はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。タビー様、花房様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金と、河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。あと、チャンネル登録、ぜひ、ともお願いします。何卒、河野太郎、総理になってもブロックは続ける。誹謗中傷はダメだと。むしろ総理のような人間が、はっきり言えないといけない。日曜報道ザ・プライムで発言、橋毛投稿内容が誹謗中傷かどうか司法の判断に委ねるべきでは。太郎、裁判では時間がかかる。総理だから誹謗中傷していいのか、大臣だったら誹謗中傷していいのかとなる。総理裁判は時間がかかるって知ってて、なんで私を訴えた。SNS の匿名性を利用して人を傷つけていることに対し強く出る必要がある、ああだから私を訴えたのか、言うこと聞きそうもねえもんな。でも私のあのブログに書いたんだし、匿名でもなんでもなかったですけどね。橋毛、意見を聞かない印象を与えるのでは。太郎、そういうことではない。どういうことだ。公の発信と個人で楽しくやっているものとは違うと。あれ、あの総理のような立場がって言ってなかった。何、あの個人の娯楽って言うなら、総理という立場の人がはっきり言うべきって発言と矛盾してないか。なんかね、何言ってんだろこの人。個人と私人の別をですね、何、あのその時々で都合よく使い分けるつもりなの。ダブスター野郎ですねこいつ。世論です。王様の耳はロバの耳、自ら裸の王様になりに行くスタイル。何でもかんでも誹謗中傷、こいつこれでロジックが成り立ってると思ってるところが気が狂ってる。こいつにとって自分の意見に賛成しない異論は全て誹謗中傷。誹謗中傷でなく反対意見や批判をブロックしてるやろ。言葉には言葉で戦えよ。政治家なんだから。全くだね。本当だよね。そもそも SNS なんかやるなと。再批判か誹謗中傷かを誰が判断するんですかね。現職の大臣が一般人を訴えている時点で総理はありえない、だいぶあの私が訴えられていることを知れてきたみたいですね。都合の悪いことは全部誹謗中傷って言ってれば言って気楽な商売ですね、ある時は総理として、ある時は私人の暇つぶして、随分都合いい使い分けしてますね。万が一総理になった河野太郎がですね、まあならないとは思うんですけど、河野太郎の名前でやってるアカウントをですね、誰が詩人としてやってるって見なすのかって話ね。で、詩人ですっていくら言ったところで、河野太郎ってアカウントがですね、太陽光パネルは素晴らしいかなんか、つぶやいたとして、それただの詩人の個人意見なのか、総理としての意見ってみんな取りますよね。で、橋毛になんか言われて、ですよね、ブロック全部解除しますって、なんでこれ言えないんだろうって思うんですけども、やっぱあのパヨと一緒でですね、河野太郎も謝ったら死ぬ病気なんですね。独裁、目指しているところがパヨと河野の共通点ですね。共産主義革命、起こして、まああのスターリンみたいな独裁者になりたいっていうのはパヨ。こういう連中は自身の権威が一番大事なんで、失敗認めないし、いつでも正しいって言い張りますね。中国共産党なんか何でもかんでも埋めちゃうし、埋めて始末。詳しくはあの共産党無謬性で検索してみてください。総理の権威っていうのは陛下に任命されることで借り受けてるもんですよ。その構図はですね、はるか昔征夷大将軍から変化ありません。征夷大将軍を任命してそれにやらせんのと、総理を任命してそれにやらせん、全然あの変わんないですね。つまり河野の権威は既存してもいいんだよ。あのその時はあの陛下にですね、権威を返上して辞めればいい話でね、逆か、辞めてからその権威を陛下に返上する、現にあの岸田がそうやったでしょう、そうやるでしょうが、これから一般人を訴えてる総理なんか聞いたことねえですよね。現役大臣ですら前代未聞、こんな面白ネタをですね、河野氏がひどい日テレははじめ、全テレビ局が報道しないんですけどね。
これテレビ局ですね、中国共産党からですね、河野太郎が、河野一族は中国の犬で靴沢を訴えてる件は世間に知られてはいけないって指令が出てんですかね。SNS の匿名性を利用して人を傷つけていることに対し強く出る必要がある。まあこうまで言ってんですから、請求放棄で土下座逃亡ってのはなさそうですね。もしそんなことして逃げたら反訴しますけどね。これにかかったお金と、まあこれにって訴えられることによってかかったお金と時間と私の精神的損害を賠償しろって訴え返しますけどね。人を傷つける誹謗中傷、お前何でもかんでも誹謗中傷認定して誹謗中傷と決めつけてブロックしてんでしょ。ただ質問しただけでブロックされたっていう人も多数いらっしゃいますよ。自分の耳に痛い言葉イコール誹謗中傷じゃないからなって。だから橋毛もですね、その判断は司法の役目じゃないのって言ってんのに、そう言われても俺は悪くない、そうではないと言っちゃって言い張るところが、まあ河野太郎の政治家としての限界ですよね。慣れそうもないけど、今からですね、人事に口を挟ませないっつって独裁宣言してる河野太郎が総理になったら、まあいよいよ日本が大変なことになりますね。総理のような立場の人が言わないと、太郎はもうすっかり総理気分ですが、共同通信、次の総理にふさわしい人物調査、当社と読売と朝日と毎日の調査すべてで石破小泉高市がトップ3だったと。太郎は共同読売朝日の調査で4位、毎日ではですね小林隆之さん、高さん、上川陽子さんに後陣を拝し6位でした。世論です。自民党員じゃない人に聞いても無駄なのにね、アメリカの大統領選の調査を日本でやるくらい意味がない。ゲルトップはマスゴミの願望だべ。小泉進次郎がいつも上位に来る理由がわからん。相変わらずマスゴミは高市さんをほとんど取り上げない。こうなると決選投票では小泉と高市の一騎打ち、アホの河野さえ総理にならなければいいわ。俺はパワハラ気質のやつは大嫌いなんだ。麻生さんがやる気ないから河野は決勝戦に残れそうにないから大丈夫と。まあ前回と違っていろいろバレてますからね、河野太郎に関してはね、官僚を怒鳴りつけてる映像だの、現役大臣が一般人を民事の名誉毀損で訴える前代未聞とか、中国共産党が作った資料を使う再エネタスクフォースとか、正体不明本名不明の大林美香とか、河野が総理になるのもう無理でしょ。調査でもね4位いいとこ4位なんだよね。私が最高裁まで頑張るつもりなんで、裁判はですね総裁選が終わった後も何年もかかりそうだな、よかったねって、現役大臣が一般人訴える前代未聞がですね、河野太郎が総理になっちゃったら総理が一般人訴えてる超前代未聞ってグレードアップしちゃいますもんね。ひっそりと立憲の代表選挙も進行中、出馬予定の枝野幸男、まあもともと立憲って枝野党だもんね、枝野が作った。前回3年前の衆院選での共産党との選挙協力について、目指す社会が違うのに組んだことをものすごく反省している。どこかと組むということをやってる限りは政権は取れないと発言。これは連合にぎっちりと怒られたんですかね。でも共産党諦めてくれるのかね、こんなこと言ったってね。世論です。すでに一心同体では共産党逃がさへんで、もう手遅れです。蓮舫もう立憲に戻れん。共産党枝野は寝とうよ、今更被害者面するね。理念のすり合わせすらせずに議席に目がくらんだって自白。立憲と組みたいところなんて共産社民令和しかないだろうに、党としての以前に自分のバッジが危うくね。枝野選挙弱いですからね。やっとこさかってるような状態で、フルアーマーは激戦区だから共産党にとっちゃ都合が良い。共産に抱きつかれて終われと。もう遅い、沼から出れない。
共産党の協力なかったら自民党より先にこいつらが消滅するよな。枝野の選挙区に共産党が候補だったら多分枝野落ちるよこれ。試験です。蓮舫都知事選挙大敗北の見ての発言なんだろうか。共産党とくっついてても勝てないっちゅう。それとも連合にですね、共産党と組むなら応援しないよってあの見下り派叩きつけられたんだが、枝野が頑張って共産から離れようとしても共産離してくれないですよ。蓮舫の時みたいにですね、勝手に応援で、共産党職バシバシ出されて染められちゃったら、いくらですね、組んでませんって言ったって世間はそう見ませんからね。そういえば枝野ね、日頃から公約作っておくことにしたの。公約作りに選挙前に3ヶ月ぐらい欲しいと発言してですね、公党なんだから常日頃から政策掲げてないとダメだろって言われて発狂してましたけどね。確か丸山穂高さんに言われて、大分県日出町町長選挙、イスラム土葬墓地反対派の新町長が容認というか推進してた現職町長にダブルスコアで勝利。別府イスラム教会カーンタヒル代表56歳、地元の理解を得られていることを読売新聞に説明したい。これ土葬墓地は日出町の理解を得られていますって説明したいとかほざいてましたけれども、世論です。地元が大反対だったから現職町長が負けたんだろうが、アンケート結果を載せられないダメな記事。土葬を推進した悪い町長は民意によって退治されたが、理解を得られていることを説明するんじゃなくて証明する。仮装はダメです、禁止です。知らねえよそんなの。水源動向より地元は気分的に嫌でしょ。生仏って言いますけどね、ああいうの。新町長も全国から遺体が集まってくることになると異常って言ってた。全国から大分に持ってくるなら本国に運ぶのも同じだろうに。異常な町長を追い出せてよかったなぁ。日本は土葬禁止というか特別許可が出ないとできないことを知ってて、なんで日本にいんの。で仮装は禁止とかほざいて、こっちは来てくれともいてくれとも一切一言も何にも頼んでないし、なんならそんなめんどくせえことを言い出すんだったら帰国してほしいなって、思ってますよね。今までの町長がまあ異常でしたよね。よっぽど金もらったんですかね。ダブルスコアで惨めに負けてですね、この元町長地元に残れんのかな、生き恥じゃねえのかな、それとも恥なんか感じねえんだろうかこういう奴らは。ドイツでは土葬禁止を法制化してあります、法律になってます。なので土葬墓地よこせって騒ぐのもいないんですよ。日本もそうするべきだよな。国の法律作れんのは国会なんだから自民党しっかりしろよな。で自民党が間抜けでこんなことやんねえんだったら条例がなんか作っちまえばいいんだよね。例えば神奈川県内は土葬禁止であるとかね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。